君島八郎12月28日から1955年10月14日は日本の土木工学者。工学博士、九州帝国大学教授。日本における道路研究の先駆者であり、その著書、君島大測量学と川海工学は戦前土木名著百書に選ばれている。福島県若松町に生まれ、1895年。 藍津中学を一回生として卒業する。松江春次森俊六郎、平石弁蔵らが同級生で、特選生として、野口秀世が通学しており、後に留学先で再開している。二校、第二部校科を主席で、1901年には東京帝国大学を19名中主席で卒業した。大学院在学中に道路学一般を表し、母校の講師や、 女教授、独国、仏国、米国での留学を経て、1911年、新設された九州帝国大学の工学部教授に就任。大学では、河川工学や港湾工学を担当し、1929年には工学部長に選任された。1935年に退官し、名誉教授の称号を授与されている。大学外においては、 北九州各市の顧問として、都市計画、上下水道や、港湾建設に貢献。1950年には、土木学会名誉院に選ばれた。著書の、君島測量学、君島大測量学は、当時の日本測量技術者の筆尾の書であった。合図会会員。君島は、入学から卒業まで主席を通し、二校には、無主験合格である。 同期の森春六郎は二校、第一部放課の主席卒業生であった。小林上一文献で見る日本における街路樹の需要と展開。東北公益文科大学総合研究論集17、2012年7月18日、閲覧。戦前土木名庁百所。土木学会附属土木図書館。2012年7月18日閲覧戦前土木名著百書、土木学会附属土木図書館2 0 1 2年7月1 8日閲覧 AB、民友ネット。 2012年7月18日閲覧。第二高等学校一覧時代生11年至たり12年184ページ、東京帝国大学、東京帝国大学卒業生指名6、1926年、ABC、米余院工学博士、君島八郎君略歴、土木学会開始。2012年7月18日閲覧。 合図会雑誌第61号1937年、官報第1317号、除人及び、事例1931年5月23日。ありがとうございます。